し王位についたワンゴンは国語を高麗と改め新たな時代を築き始める。만민을어우르고만조백권을다스리는황제의자리에올랐도다이목을가지러왔다군의중심이起こす数々の反乱자식아좀서또가살까요황후가뭐어떻다고이런사람을보았는가그런이야기를왜지금에서야하는게야그냥皇后ユシの病の発覚、そして王妃たちの静かな戦い。ゲマンデルの人々を重重呼喚し、兵站出陸参加しげ、イエマンは、行くしよ。ワンゴンは国の未来のために決断を下す。よっしゃ。高麗に帰服することを決意するアジャゲ。そして朴スリの思いは父の起伏に屈辱を味わうキョンフォン。俺ペッチェがあり俺ら結果やったとはやってるか。だが一方でこれまで二度も敗戦を喫していた白木のテアソンを陥落させる。ウッドロックスゴラドンテーマンへテアソンを陥落かよもら。勢いづくキョンフォンと湧き上がる問題に揺れるワンゴンはこの先どうなるのか。